真空フランジは、真空装置で、真空チャンバーと、真空ポンプや真空部品を接続するための、シール機能を持った接合するための真空部品である。材質は主に真空用材料から選定される。真空フランジは、そのシール方法によっていくつかの種類がある。メタルシールによる、真空フランジは主に2種類ある。キャプチャリングシール CF フランジ。 どガスケットキャプチャリングシールは、断面が長方形のリングである、無酸素銅やアルミのガスケットを、エッジのついた特定形状の真空フランジである。ガスケットを挟み込み変形により閉じ込めることにより、シールを行う。キャプチャリングシールは、長時間の締め付けやベーキングの繰り返しによる、蘇性変形によるリークを起こさない優秀なシールである。ベリアン社が開発し、 カンフレイトフランジとして売り出された。現在でも多くの真空装置で使用され、特に超高真空領域まで排気を必要とする真空チャンバーのシール部分には多く使用される。メタルオーリングメタルオーリングとは、金属オーリングを使用するシール方法である。内部にコイルスプリングを用いたヘリコフレックス構造や中空構造になっている中空メタルオーリングを使用したシールや、 金線やアルミ線を用いたシールがある。キャプチャリングシールに比べると、形状の自由度が高く、大型化しても作成は容易である。また、溝形状次第では、エラストマーシールに代替することも可能である。エラストマーシールとはエラストマーを使用したシール方法である。主に断面が丸型であることから、オーリングと呼ばれるガスケットを使用することが一般的である。 シール方法は、オーリングを一定の割合の寸法で挟み込むことによる歪みを生じさせ、エラストマーの反発力により、シールを行う。フランジ形状により何種類かがある。また、形状は主にスに規定されている。溝形状を使用するオーリングを一定量潰せる溝をフランジに形成している。相手側のフランジはフラットになっており、潰し量を管理する。 形状の自由度は高い。クランプフランジ KF-25 フランジ、オーリング、サポートリング、クランプ同じ形状のテーパーを持つフランジの間に、サポートリングによりサポートされる、オーリングを間に入れクランプにより挟むことにより、固定とシールを行う。潰し量は、サポートリングとフランジ形状により管理される。真空フランジの結合方法としては、非常に、 短時間で結合することができる、接合方法である。カラー付きフランジ形状は対象形状であり、間に入る、オーリングには、サポートリングを装着することにより潰し量を管理する。接合方法は、ボルトやクローで行うなどの種類がある。ありがとうございます。